厚井です。今回のごちそうさまでしたは、ベトナムに来てます、別件の仕事でベトナムに来ているので、前後の移動日を生かして食べ歩きをしたいと思います。まずは今回、ベトナムの食べ歩きをサポートしてくれる人と待ち合わせしてますので会いに行きます。暑い、日差しがかなり強いです。ここが店っぽい、バインミーのお店です。はい、これがまだこれからメインが来る。メインが来ます。まずパンだけ。鉄板がまだ来てないです。はい、じゃあバギーちゃんでいいのかな。はい。今回よろしくお願いします。これは何だろう。で、これは、うん、パテです。パテ。はい。豚のリバーから。あ、レバーパテなんだ。レバーから、そうです。レッド、バター。うんうん。美味しそう。そう、ベトナムのバゲット。はい。ちょっとフランスパンっぽいな。フランスパン。まあ、元々フランスパンだったんだけど、うんうんうん、来ました。で、このお店は何十年間の歴史があります、うんうんうん、はい、すごい、目玉焼きとハムと、これは何だろう、はい、厚揚げみたいな。そうです、ベトナムの、ベトナムの厚揚げなんだ。で、これを どう食べるのか、ちょっと見本お願いします。挟む、それともなんかつけて食べるの。挟んでもいいし、まあ、本当にお好みで。そうなんだ。フリースタイルで。私のスタイルは、うん、まあ、うちはそんな大きくないので。こんな感じ。ちっちゃく切って、ちっちゃく切って、うん、で、この中に、あ、いいね、黄身がね。その前にチリソース、チリソースは入れます。入れたら崩して、こんな感じで、それ間違いない感じだね。まあね、普通に食べます。普通に食べます。はい、はい、美味しいです。食べます。はい、一番最初の時は、まあ、でも想像通りです。うんうんうん、それともパンが本当サクサク表面。いただきます。どうですか。うん、サクサクです。うん、すんごい食感がいい。で、中身はふんわり、うん、美味しい。で、一緒にバターとレバーもかけて、うん、うまい。レバー、これが朝飯の定番なの。朝ごはんの、はい。まあ、これはホーチミンスタイル。で、ベイミー以外はあんまりないですよ。そうなんだ。麺の料理、うんうんうん、とか。でも、フォーじゃなくてハノイの方だったら朝ごはんは必ずフォーがメイン。なんか食べ方自由だから楽しいね。気分でいろいろ食べれる。私もこれホチミンに戻ったら、もう2ヶ月間毎日バイキング食べます。飽きないよね。うん、これって1人前でいくらなの、お値段。これは、うん、5万ドンっていうのは300円くらい、250円くらい、うん、そうです。じゃあ、この後はベトナムコーヒー飲みに行きたいと思います。なんて読むのこれ。フックラン。フックランです。フックラン、フックロン、フックロン。そうです。今、ホーチミン港大人気のコーヒー屋さん、大人気のコーヒー屋さん。必ず行かないといけない。必ず行くんだ。行きましょう。必ず行くです。コーヒー、なんか、いろんなのがあるの。いろいろな、クラシカルコーヒー。カフェラテが一番スタンダードだな。そうですね、カフェラテかフランクコーヒー。中身はベトナムのコーヒー、フランクスタイル。結構熱い、いただきます。おお、なんか違いますか。強烈にあれだね、苦味も甘みも濃いね。そうです。すごい、両方とも濃い。
これはカフェラテです。多分。うの。苦い。でも苦いです。ラテでも苦いです。結構ベトナムコーヒーってさ、屋台みたいなところでこう作ったりしてるとこはないの？あ、あります。あります。でも、うん、少ないです。あ、そうなんだ。はい。昔は多かったんだけど、うん、でも最近政府の制限、うん、ベトナムコーヒー、とにかく苦味も甘味も濃い、ちょっと癖になりそうな感じだけど、もうこれならあのミルクコーヒーですよ、うん、ブラックだったら、ああそうか、ブラックはでも甘みじゃなくて本当のブラック、本当のブラック、でこの苦さだ、甘苦いじゃなくて苦苦いそうなんだ、激苦いです。これはヨーグルトをなんかスイーツっぽくしたやつなの、ただのヨーグルトなのか、どうかな、実際に食べてみて、なるほど、ちょっと味見して、なんか違います、ヨーグルトのプリンみたいな感じなので日本でいうと巻き場の朝みたいな感じが、そうですか、ヨーグルトを使ったお菓子みたいな、乳製品っていっぱい食べんの、ベトナムの人、あ、いっぱい食べます、デザートとして、声かけてくる雰囲気がちょっとトルコっぽい、ほらこの感じが、うん、ドライフルーツとかナッツとか、はい、と ここのあの茶色のロンガン、茶色、そうです、ロンガン、あの何豆みたいなやつなんだろう、これこれこれ、そのちっちゃい、うん、リンゴ、リンゴ、へえ、地元の人はフルーツ買いに行こうぜってなったらどんなとこ行くの、こういう市場、それともスーパーみたいなとこ行くの、いや普通の市場で、あ市場なんだ、はい、スーパーでもいいんですが、うん、高いです、うん、ここはあれなの、普通の地元の人も食料品買いに来る、観光客向けってわけではなくて普通の人も来るの、普通の人も来るんだ、へ、ここは生物、ここは、チー、チー、うん、これレバーね、これこれ豚の脳みそ、レバーじゃないです、あのチーです、あ、チー固めたやつ、はい、でこれは豚の、うん、頭の中の脳みそ、そうよ、でレバーとハーツ内臓、うん、結構新鮮だね、ここはね、そうです、もうあんまりないね、朝だよね、この辺はね、そうです、でも来た意味の市場に行って生物買うのベストな時間は朝6時から、そうだよね、8時ぐらいまで、うんうんうん、今のところはもう、まあ、いいものは残ってないです、うん、豚のテール、うん、豚のテールかな、これ、はい、こんな長いの、牛です、牛だよね、牛でも豚のテールもあります、うんうん、日本に豚のテールってないんだよ、あの落としちゃうの、噛んじゃうから病気の元になるってので、すぐ切って豚を大きくするから豚の尻尾って売ってないの、ベトナム人は食べます、そうなんだ、全部食べます残さない、水草で見たことあるな牛祭、そうです、そうです、牛祭か、何の匂いだろう、何これ、あ、さっきのもの、あ、そうだ、これ根っこ、はい、高いの、そうです、炒めて食べるの、これはまだ洗ってない状態、あ、そうなんだ、はい、その白い部分を取っちゃうんだ、そうです、で、スープに入れます、うーん、新鮮、こっちもまた豚新鮮だね、はい、すごい匂いが、結構こう鮮度管理がしっかりしてそう、はい、あったかいけど、そうカニだ、カニ、これなんだろうね、色のついてないハマグリみたいな、そうです、ハマグリです、ハマグリなんだ、はい、形が色は違うけど、すごい、これカニ、カニ肉、みんなこれボイルしてるよね、はい、ボイルしたカニ肉です、へえ、これ料理に使うの、そうです、すごい綺麗に部位ごとに分けてるね、あー、これカニ味噌ですね、カニ卵、うん、これなんてガブってかぶりついたら美味しそうじゃない、これ美味しい、タイに行くとき
これありますか？うん、タイもあったけど、台湾でよく飲んだかな。こんな自動車がこうギリギリでおばちゃんがやってんだよね。タイだとなんかすごい荒絞りですごい繊維が口の中にいっぱい残ったけど、妙に素朴で美味しいよね。このサトウキビジュースさ、はい、この前にグレープフルーツかなんか絞ったかなみたいな。そうですか。若干グレープフルーツ風味が効いて、いや結構爽やかで美味しいさ。ナチュラルミックス。それだったらレモンです。あ、レモンなのかな。入れてんのかな。おお、生春巻きの店だ。ここもチョイス自由だから良さそうだよね。チョイスがいっぱいあります。これ何なの？これ肉？肉です。じゃあ春巻き、生、揚げ、これこれ。一個ずつ。一個ずつでシェアするよ。ワン、ワン、ワン、ワン。じゃあ、もう一枚もう一回。もう一回。もう一回。でしょ。もちもち、はい、これ麺、麺です。ブン、ブンという名前です。ブン、ブン、そうです。米から作られた麺なんだ。細い丸麺、じゃ米で包ん、米で米を包んでるみたいな。どんだけ米好きなんだって。これ何の葉っぱなの？なんかシソみたいだよね。シソみたいだけど、そうじゃないです、うん、もっと薄いです。もっと薄い、味が濃い。はい、中身は牛肉です。うん、私は大好きな、うん、甘辛い牛肉は。そうですね。これすげえよ。なので、なんかすごい油感が、うん、ジュワッとジューシーだよね。そうです。この葉っぱが意外と主張しないね。あの風味そんななくてパリッとしてて。ただシソと全然違いますよね。違うね。なんかシソと海苔の中華みたいな。歯応えなんか海苔みたい。確かにそうですね、うん、これが普通の揚げ春巻き。まあまあ揚げ春巻きです、まあ、中華、うん、そうですね、うん。でもあとね、昼ご飯食べるところの揚げ春巻きはすごい美味しいです。これなんか中身コロッケみたい。なんか肉と芋じゃないこれ。大体これ一番美味しいのは焼くですよ。焼きたて食べるのがいいの。そうです、揚げない、ソーセージっぽいね。これあの豚肉、うんうんうん、完食です。このさ、ピーナッツとかネギがこう必ず残るよね。取れないよね。すごい、ちゃんとカットして入れてくれるんだ。まあこれ30分乗るとだいぶ辛くなりそうだけどね。日焼けが。これがなんかスイカのちっちゃいみたいな感じ。硬いです。硬いんだ、はい、これ種ごといけんの？これ真ん中の種食べてもいいし、うん、食べなくてもいい。ただ種食べると後でトイレ行くのは、きつい。どうですか？なんか日本梨みたい。日本の野生の梨あるんだよね。あんな感じのなんか繊維が残る感じの。これ結構ハマりそう。うん、甘すぎないのがいい。甘すぎない、うん。でこの中に、うん、それなどのリンゴ、ロングアン、こっちに食べて。マンブルさん
これちょっとリンゴ食べてみよう。ベトナム語の名前はチョンチョン、うん、チョンチョン、そうです、チョンチョン、かわいいですよ。チョンチョン、これは なんていうの。これはダオ、ラウ、ダオ、ダオ、そうです、そうです、そうです、リンゴ、リンゴ、種はちっちゃいです。うん、本当リンゴだ。リンゴですね。不思議な感じ。あんまり甘くないリンゴだね。思ったよりそんな甘くないです。うん。種がすんげえ爪楊枝みたい。これは爪を使ってピッと。ピュッと。開けます。うん、おお。すいません。すいません、もう少し、もう少し開けます、うん、はい、はい、ありがとう。中は種あります、うん、気をつけてください。つるんと、うん、おいしいね、ラムタン、はい、お、出てきた、いや太陽も出てきた。おー、きれいきれい、このまま、うん、はい、つるっと、はい、いただきます。すごい真っ白で綺麗。うん、美味しい、美味しいです、すごい上品、少しビリッと酸っぱいですよね、うん、これ何の味って言ったらいいんだろうね、何とも表現しにくいよね。日本にはない、日本にない味だよね。でも柔らかくてジューシー、うん、美味しい。ちょっとなんか渋みあるのが美味しいよね。ですよね、うん、ビールの時はすごく暑いので、うん、あんまり観光地のところは誰もいない、うん、あ、そうなんだ、誰もいないだからこそ狙い目、写真撮るのが綺麗。ああ、なるほどね。食べますか、マンゴー。うん、美味しそう。味とかあるのかな。いや、これくるむの。そうです。うまい、このスピリカさん、うん、ライスペーパーの上にエビ、乾燥、うん、エビ、サンキュー、サンキュー、熱い、いくらだろう、熱い、ちょっと待って、台湾人が大好きなおやつ、名前は、うん、バインチャンヌン。うん、美味しいよ、美味しいですね。ライスペーパーって焼いたら美味しいね。そうですね、日本に描いてライスペーパーね、これ真似できるよね。そうです、なんかいろいろアレンジできそう。多分チーズ入れて、うん、入れても美味しいですね、想像したら。これ米だから日本人大好きな味だよ、はい、おせんべいの味。そうですね、すごいおしゃれな郵便局だね。うん、で全部は戦争の時から残ってます。ただ戦後急速に発展した街なんだ。そうです、戦争の後、1975年ぐらいの後、本買ってここで読んでするとか、ちょっとこう知的な、そうです、感じなんだね。すごい、取っ手しかついてないんですよ。サンキュー。違う、結構甘みは入ってんだね。はい、でもブラックの方が好きかも。うん、でもさっきのところよりこっちの方が濃さは薄いかもね。うん、そうですね、こっちはさっぱりしてる。ゴールになってきました。ちょっと水かかるぐらいがちょうどいい。甘えどり大正解です。スイカジュースです。この暑いとこ来るとスイカのジュースが美味しいよね。そうです。すごいこう体に染みるよね。あー、美味しい。30分ぐらいでスコールやんだらすごいね。
そうです、いきなり真夏、ザ真夏すごい。で、あと3時か4時ぐらいはまたまた降るの、このパターンか、何回も。あ、ブンチャーって書いてる、ブンチャーハノイ。はい、ランブータンさん、やっと着きました。へー、すごい、ブンチャ専門店。さあ、来ました。これがつけ麺？そうです、つけ麺です。これがブンチャ、米の麺、ヌードル。これ何の汁なんだろうね。豚肉、焼き豚です。ブンチャの食べ方のレクチャーお願いします。はい、私唐辛子好きなんで、うん、唐辛子入れます。で、ハーブを。おお、こっちの野菜がいっぱいいっぱいありますが、うん、私これが好きなんで。それ何？ハーブ。ハーブ日本にはないので、シソと近いです。アジアはちょっと違いますが、うんうんうん、で、これも入れます。うんうん、入れたら、麺はこの分をこそっと入れて、このぐらい取って入れて、ポンポンポンとして、で、食べます。食べるときに野菜とご一緒にこんな感じです。サラダ麺みたいな感じでいきます。はい、ほう、いただきます。うん、ハーブが上唇に。そうです、うん、優しい感じね。フォーとまた全然違います。なんか日本でいう乳麺みたいな、そうめん温かくして食べるやつみたいな感じの柔らかい感じだね。少し、あの、だしは甘い。うんうん、ハノイ風揚げ春巻きです。これがハノイスタイル、本物の揚げ春巻き。本物の、そうですね。さっき見た目からして全然違うね。全然違いますね。ちょっと皮はカリカリして、中身はカニの肉とエビ入っています。で、あとなんかこれもブンチャ入ってるのかな、なんか麺みたいなの入ってる、なんか春雨みたいなの入ってる。春雨もちろん入ってます。うん、うんうんうん、朝の揚げ春巻きと違いますよね。こういうの絶品だ。美味しいですね。うん、なので、このライスペーパー、この皮はハノイにしか買えないですよ。あ、薄いパリッパリなんですね。はい、そうです。あ、これは美味しいね。このパンチのある揚げ春巻きとこれが合う。合います。うん、ブンチャと、なんだっけ、あと海鮮、バントン、海鮮春巻き、海鮮春巻き、揚げ春巻き、美味しかった。ねんと言います。うん、これがブンチャ。はい、美味しかったです。ごちそうさま。またスコールが降り始めました。微妙に雨残ってまだ。いや、でもこのぐらいだったら大丈夫です。サイゴン川です。サイゴン川。はい。人気があります。川下りみたいなのもしてんの、あれ。魚も結構いるんだ。あ、はい、本当にいるね。そうです。見えるね、めちゃくちゃ。水は濁ってるけど。もう次はここは禁止ですよ。うん。ドライブスルー的な。すごいね。スクーターで止めて買い物するんだ。よいしょ。うん。
アヒル、アヒルの卵のふかしかけを茹でたやつ。まあこれこの食べ方はホチミンスタイルなんで、うんうん、ハノイスタイルは全部あの中身を取って茶碗で食べますが、うんうん、あそうなんだ。これはまた別スタイル。熱いの。まず、うん、これは塩、うん、塩コショウとあの唐辛子と、うん、レモン汁を混ぜて、まず入れて混ぜて、あそれが合わせ調味料なんだ。そうです。で混ぜ混ぜ混ぜて、で開けます。はい。まだ私まずいですよこのいつも開けないですよ熱っ熱っ熱っ。すいません、これミホンとしてはちょっといまいち。さあ中がなんか出てきましたよ。ちょっと待ってください。このジールを先に。おっとあ、美味しいです。どん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 開けていきます。またジール出ました。汁を飲み飲み見ました。あ、見えてきました。で、これを入れて、うん、またジールを。いや取れない取れない。やっと取れました。で食べます。はい。うん、美味しい。じゃあちょっと俺も見てみます。えぐいも出ました。ちょっとちょっと待っていい？はい、カメラを。あ、いい。ちょっと味付けなしでいってみます。おお、汁がかぶりつける感じ。よし、気をつけてください。あ、中身が。じゃあ、うん、美味しい。本当ですか？うん、なんか生卵、ゆで卵に、はい、肉の内臓の旨味が加わってるね。そうですね、もつの旨味が。美味しい。見た目は超黒いけど見た目はちょっとあれだけど、肉と卵のいいとこ取りみたいな感じ。そうです。これは鶏好きの人は美味しいよね。はい、美味しいじゃないですか。うん、美味しいですよ。まあ、ちょっとこの見た目、中毛とかあるのがちょっとね、なかなかだけどね。唐辛子と塩コショウとライム、これ絶品に合うね。これ普通に鶏肉料理に合いそうだね。すごいね。そうです。このちょっと肉臭いやつをハーブで、うん、美味しい。これはすごい完成度高いね。どうですか？美味しいわ。食べれるなんて本当に良かったです。うん、絶対日本では真似できないよね。この卵絶対手に入らないよね。絶対入れないです。この卵超絶品、美味しい。万人におすすめはできないけど。そうです。味はでも絶対万人向けだよね。そうです ね、見た目は極めて特殊だけど。味はもう間違いない、間違いない味だよね。はい。なのでみんなはあの見た目でもう怖くなって食べないのは残念です。もったいないよね。もったいないです。この調味料とハーブの組み合わせが本当完成度高い。そうです。マジと、カニ、カニ、これなんだっけ、何がマテガイ、ユビ、これ日本でもあるんだよね。九州の方で食べる。
そうですか、うん、福岡とかの辺でもこれ食べた。日本で食べたことないです。あ、そうなんだ、はい、海岸行ったらあの塩をパラパラパラってやってピッて飛び出してくれる。これは後でニンニクと塩を一緒に、うん、あ、炒めてくれるの。そうです。思いっきりこの辺の働いてる人たちが休憩時間に、はい、食べてる感じだよね。レストランもいいけどやっぱりこういうところの方が好きなんだよね。はい、普通は観光客は多分こんなところは行かないんですけど、まあ道が汚くて。そうだよね。で女性はまあまあその綺麗じゃない。はい、すごい、はい、この長い貝の貝です。ニンニク炒め。そうです。美味しそう。これを使って。はい、はい、どうぞ。ああ、はい、これは何、肉も入ってるのこれ。なんていう豚の油、うんうんうん、油揚げたやつだ。はい、もうこれはやる気出る味だね。ガッツリスタミナ系だね。取れない。これなかなか片手で食べるの難しいな。大丈夫ですか。うん、パスタの要領で。よいしょ。はい、ありがとう。お、ピントが合わない。あった。美味しそう。うん、うん、これは間違いないね。カニです。カニです。これまたなかなか食べるのが難易度高そうだね。これはね、片手で食べるの不可能だね。片手で食べれないと思います、ね、撮影しながら食べるのは不可能な食材だ。おお、一気にこう。ハマグリですね。ネギと、あ、これレモングラス。レモングラスなの。そう、ね、長ネギみたいだね。で、これにつけて、うん、うーん、面白い。酒蒸しみたいだけどレモングラスの風味がすごい効いてる。レモングラスってこういう風にも使うんだ。なんかレモングラスって言ったらトムヤン君のイメージがさすごいあるから。あ、でも本当ですよ。これトムヤン君に入るレモングラスはこれ、ね、うん、まあ、普通に食べれます。若干硬いけどね。カニにハマグリに、はい、ハマグリ完食です。ちょっと足残ったね。これ若干取るのがめんどくさいよね。取れないよね。かき氷プリン、プリンとかき氷とココナッツミルク、そうで、タピオカも入ってる。タピオカ、タピオカ入ってないかな。入ってない、そうです。タピオカは入ってないですね。入ってるところもあります。いただきます。食べます。うん、さっぱり。うん、すごい、かき氷とプリン意外と合う。はい、美味しいね。とココナッツミルクと、うん、このコンビは絶品です。あ、なんかすごいプリンがすごいさっぱりスイーツになってる。はい、この暑いのにプリンかよと思ったけど。ありだね、はい、美味しいねこれね。すごいさっぱりしてる。日本のプリンじゃないですね。そうだね。これフランス風のしっかりしたプディングだよね。熱がっちり通して。最近日本のプリン、トロトロプリンが多いんだけど、フランスの伝統的なプリンでこういうしっかりした歯ごたえあるプリンでしょ。はい。うん。ねえ。なんかすごいコーヒーっぽいけど、コーヒーなのかな。コーヒー。コーヒーなのやっぱり。この、 あの茶色のところはコーヒーです。うん、あ、そうなんだ。それでコーヒー風味ついてんだ。コーヒーと合うんじゃないですか。ね、すごい美味しいよ。プリン美味しかった。これ組み合わせの勝利だよね。はい、全然みんな安いものばっかりでさ。これ日本でも結構再現できそうだよね。似たいものもね。普通にプリン、ね、プッチンプリンと牛乳とコーヒーと氷で家でできそうだよね。ちょっと真似してみよう。美味しい。ぜひ。はい、すごい食べたね。
すごい食べました。さっき満腹とか言ったのにね、はい、なんか食べちゃったね。ごちそうさまです。まずはこれはクエの料理です。クエの、クエあのチューブの、チューブの、はい、うん、そ結構いい量だね。結構なボリュームがあるよこれ。ちょっとやばい。すごい、これなんかいろんなものが入ってるね。ちょっとこれ米？米です。米の板だ。もち米から、もち米、はい、作られたもの。はい、乾杯。はい、乾杯です。いただきます。うん、もち米、うん、不思議な、甘くてしょっぱくて。プルンプルン。うん、うん、これ揚げバンズ。うん、これ少し甘い。うん、みんなまたしょっぱい。食感が全部違うね。全部違います。もちもち、つるるん、なんかぬくぬくみたいな。このエビの餅はちょっとすごいな。こういう食感でこんなにエビ風味みたいな。で、面白いんだけど、はい、味が全部一緒っていうのがね。思った以上にボリュームがある。そうです。お米、お餅も本当の普通のお餅もあったからすごい種類だよね。そうです。4種類ぐらいお米の。美味しかった。ごちそうさま。美味しかったです。いや、この市場面白かったです。すごい食べたね、この市場ね。怖いですよ。あ、すごいマナーがいい人だ。ちょいちょい逆走がいるのが怖いよね。右だけ見せたら左からも来るみたいな。結構多いこっちはちょっとなんかナイトスポットな感じするね。飲み屋さん雰囲気が、焼き鳥屋さん、店の名前もないような超マイナーな。サイゴンビールはこっちです。ホーチミン、あの一番飲まれるビールはこっちです。はい、はい、スペシャルサイゴン。あと氷を、氷、うん、まだ冷たくないので。ビールは全部氷なんですか。ここ氷、はい、あ、冷たい、大体一緒だ、ね、はい、いや、みんな大体中ライライヤー上が回るで、ベトナムスタイルの乾杯、はい、わかりますか。はい、わからない。わからないですか。わからないってまだやってないが、意味は、うん、その乾杯のやり方は、意味は 1,2,3 乾杯という意味です。ただベトナム語で、ああ、うん、数字で言うべきですね。そうです、ベトナムの数字が全くわからないよ。で、ベトナム数字は、うん、まずはモッ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 ハイモッハイバーモッハイバーンジョージョー。そうです。もっとハイバーンジョー、もっとハイバージョーで3回連続やります。例えばもっとハイバージョー、ハイバージョー、ハイバージョー、はい、なんか一気しなきゃいけないじゃん。じゃあせーの、もっとハイバージョー、ハイバージョー、ハイバージョー。わかった。今日ハケベ先生がやるの聞いたから。うまい、さっぱりしてるね、はい、さらっとしてる。本当にさらっとしてるけど結構苦味しっかりしてて、うん、美味しい。すごい、顔があるわ。いや、いい、本当だ、本当だ、頭がある。こんにちは、これね、こんにちは。こんにちは。全身だね、これきっとね。全部ですね。はい、じゃあいただきましょう。うん、意外とさっぱり、うん、色から結構ガッチリ味付いてるなと思ったら、風味付けだけですね。これはどうするんですか。付け合わせ。一緒に、そうですね。一緒に食べても大丈夫です。はい。ちょっと八角の風味が効いて、うん、美味しい。結構中心部から外れてきたところです。フォーを食べてきました。
結構おしゃれなお店だね。はい、ここら辺のアパートは、ハノイ人、ハノイ人がオフィスになってて、なのでこちらのトイレもハノイ風なんだ。ハノイ風つけるのはこれだけですよ。これでライムと、はい、だからまずは、まあ、これお好みなんで、まずはそのやつ、まずはチョコだけ入れて、辛い好きな人はうまい入れても大丈夫です。なるほど、ね、で私辛い好きなんでそれも辛いよねトウモロコシを、まあでもこの緑のトウモロコシ、あ、そうかこの緑の唐辛子は全然すごいそんな辛くないです。あ、そうなんだ。なのでいっぱい入れました、で、酸っぱい、少し酸っぱいが欲しいなら、こちらを、なるほど、ラムジュース、で、スプーンと一緒にまずはミックスします、で、これはチンっていう完全に揺れたもの、で、これはハンジュース、で、私で、か、あの、日本人の麺の食べ方は、いつもラーメンなんかずっと溺れるじゃないですか。大人は逆に、はい、静かに食べる。なので、まあ、そのために、私いつもスプーンの上に乗せて、で、食べます、これ、こっちは何なの、これ。こっちはまたハーブです。ハーブ。ストラパクパク食べるから。このハーブとこれ。ただこれはホーチミンスタイルですよ。あ、そうなんだ。ハノイは完全に食べないです。出てこないんだ。ないですよ。こうね、ホテルの朝ごはんでちょこっと、でも麺が違うかな。こうじゃないかな。なんかいろんな麺が出てきたから。多分ホテルよりこっちの方が美味しい。断然美味しいよね。美味しい。麺にすごい味があるね。こんなになんか麺にしっかりと米の味がしなかったわ。本当にね。あ、でも出汁の味も違うね。結構甘っぽい。甘い味が多かった。ホーチミンだったら少し甘め。ハノイはしょっぱい。甘みは全然ないんですよ。ハノイの方が好き。まあ絶対日本人には合う。ハノイ人の自慢できるのはそうですよ。ただ8万ドンの本屋さんもあります。あるんだ。一杯これ3万ドンのやつ。そうです。日本円で150円。そうです。美味しいよね。110円です。ね、ごちそうさまです。もう一種類のブラックコーヒーを、おー、そっち行く？試して。これでポタポタポタっと。そうです。なので時間かかる。そうだね。待つしかない。この中身も見ますか。ああ。こんな感じですよ。コーヒー、お湯入れて、でポタポタ。待つしかない。でこれ出来上がったら、このぐらいまで。ああ、そうなんだ。はお好みで、このまま飲める人は飲んで、やっぱ砂糖入れる。これコーヒー頼んだらお茶はついてくるもんなの？そうです。あ、そうなんだ。コーヒーは苦いなんで。ああ、そこそこ、こっちで口さっぱりみたいな。そうです。面白い。ワンワン。すごい。まあ飲むじゃあ最初ちょっとこのまま味見してみる絶対苦いです。あ、みんな砂糖入れるの？砂糖入れます。
あの香りすっごい。はい、うん、苦いねあ、でも後味ふわっと、はい、あの甘いのとコーヒーの香りが最後も広がる、はい、これ砂糖どれぐらい入れるのが普通なの？まあ全然お好みで、あの バギーちゃんの好みで入れてみて。私絶対飲めないですよ、こういう。絶対すごく甘くしないと飲めない。あ、うん、それどれぐらい普通入れるのかなっていうのは。苦いので、うん、あ、俺全然そのままでもね普通に飲める、美味しい。そうですか、うん、いやでも甘いのも飲んでみたい。はい、はい、あ、香りがちょっと変わるね。はい、うんうん、あ、甘くするのも美味しい、美味しい。はい、うんうん、なのでここに入れて、うんうん、もしアイス、うん、いや飲みたいならホットでこれで美味しい。はい、うん、美味しい。でも苦いあ、でもであんまり苦くない、あの、ちょうどいい。よかったです。これコーヒー結構あの濃いの好きだから、ブラックで濃いの好きだから、だったら好きかもしれないですね、うんうん、ベトナムの。カフェでコーヒーをしてたら、飲んでたら雨が降ってきちゃいました。いつものスコールです。なのでもう少しカフェでジャジャン、ランブータン食べてました。動画撮るの忘れてかなり食っちゃったけど、これ美味しいんですよね。よいしょ。結構殻が硬くて、あ、中に虫いるな。基本ちょっとライチに入れて、甘みもすごいさっぱりして食感もいいです。普通に住んでる人もこういうとこで買って料理する感じ、はい、スーパーとかは行くの？行きます。あのコープとかそういう、うん、もちろん行きます。やっぱり今ランブータン推しだねそうです、旬時期なんで。そうだ、俺旬、うん、すごいね、活気があるね。ああ、また全然違う。そうなんだ。一個だけ食べたい人できる。うんうん、ベトナムリンゴ、うん、ちっちゃくてさっぱりして甘みが少なくて食べやすいよね。おやつにいいよねこれね、うん、でも食材の匂いはするけど、あの腐った匂いがしないから、ベトナムはすごい綺麗。美味しそう、ありがとう。これニンニクっぽいあれだね。これはソース、うん、例えばあの肉食べるときにちょっとつけて、はい、あります。うん、俺なんか麺結構分が一番好きかもっていう。ですよね。フォーも美味しいけど分一番毎日食べれるというか。私もそうです、うん、分だけはもう毎日食べても全然飽きないです、うん、フォーだったらちょっと重いな。そうだね、フォー毎日だと週1回ぐらいがいいかなと思うけど、分は本当毎日食べるご飯だね。そうですね。でのお分美味しかったですこれスープがね結構酸味強くてさっぱりした感じで美味しい。この濃厚なアヒルと合ってるわ、うん、ごちそうさまでした。これはバインカー。これはバインセオ。
phải là mẫu phụ hô chứ. Ôi xô. Bao nhiêu vậy? 24, 26. Ừ. Ừ. でいっぱい食べるとなんかすごい飽きちゃうじゃないですか、うんうんうん、野菜の中に包んで食べます、うん、ソースはい、ダメだ。すごいシンプルだね、味が。はい、シンプルだけど粉と、うん、粉と卵の味をそうですね、うん、シンプルシンプル。ソースが大根、人参かい、甘酢かな、甘酢っぽい感じだね、これ大根に近い、フランボ、うん、違う、野菜、うん、と人参、うんうん、甘酸っぱいの、うん、うん、うん、で、これベンクセオ、うん、もやし、うん、この葉っぱ美味しい、これこれですか、うん、なんか優しいルッコラみたいな味する。美味しかったけど、これ絶対ハーブ食べきれないよね。はい、ごちそうさまです。私のお母さんだったらもう全部食べきれると思います、これちなみにいくらなの、今のこれで。これ1個ですか。いや、今のこれ、これセットで今の、あ、怖い子、頑張ってやな、やばい、1万7000円の安い80円ぐらいだよね。ですよね。さっきのが5万だから250円ぐらいか、はい、うん、やっぱ肉いっぱいだからね。そうです、美味しかったです、ごちそうさまゴールが広いです。あ、おしゃれおしゃれ、すごくいい雰囲気の店の名前は分かんないけど、はい、じゃあ、ありがとうございます。今、あの車用で、貝の肉詰めみたいな、結構あちこちで見かけたの覚えてます。安定これどっぽりつけた方がいいかもしれない、2週間で。へえ、去年はね、本当に